そうね。だって様子が分かんないと。おしっこそのまま持っていく？うん、あと箸がないでしょ。あ、ここに。ここに。ここに用は、まだ、でも、1時間くらいだから。まだ早いよ。なんか、動く。第1回目のメニューが決まっておりまして、ここはメニューは書いてないと思います。季節でございます。タケノコご飯。片野さん、冷めないですよ、どうぞ。はい。はい、すみません。学園大サロン のリーダーをしていらっしゃる石井さんにお話を伺いたいと思います。石井さん、この学園大サロンを始めようと思ったのはどうしてなんですか？ね、5年ぐらい前から一家のデイケアのお手伝いをさせていただきまして、で、まあ、あちらでいろいろ感じたことは、あそこに通ってこられる方は、まあ、いいですよね。でもその手前の方たちの方が圧倒的に地元にたくさんいらっしゃるのではないかなと思いましてね。で、まあ、私たちも36年前に越してきた時はもう元気はつらつでね、あちらのお友達こちらのお友達でこう集まってランチしたりお茶をしたりしてましたけど、まあ、そういうこともだんだんなくなってきて、もう最近は外を歩いても一塊になっておしゃべりしていらっしゃる方もいらっしゃいませんのでね、やっぱり家の中で少しこう寂しい思いをしている方がたくさんいらっしゃるのではないかなってこうずっと感じてたもんですから、まあ、基本的に2年ぐらい前からずっとそれを考えてまして、まあお友達に3人とそういう話は出るんですけど、一歩がなかなか踏み出せなくって、そうしているところにちょうど去年の11月に社会福祉協議会で孤立化を防ぐっていう地域支え合いっていう講座があったんですよ。でそれを友達と受けに行きまして、これはやっぱりやるべきではないかっていうところに至りましてね。だからこうずっと積み重ねてきたのは去年の11月なんですね。最初はその石井さんとお友達とお二人で始めた感じなんですか？始めてはいないんです。話をしてるだけで 3,4 人だったんですよ。その後はどんな感じで進んでいたんですか？その後は、まあ、とりあえず昨年の、会長さんにお話を通させていただきまして、とにかく場所を使わせていただかなくちゃいけないということもありますので、ね、そういうお話を重ねていくとともに交友会っていうのがね、学園大にもありまして、そちらとも話をすり合わせてくださいというお返事だったので、まあ交友会の会長さんともお話をしまして、まあ、どうぞやってくださいって感じで、それからそのお言葉を聞いてから、さあっていうので、スタッフを集めるのにちょっと苦労しましたけど、まあ、私たちのモットーは、できるときに自分のできる範囲で無理をしないで長く頑張っていきましょうっていうのがモットーなんですよ。だから、まあ、5、6人でもできるって言えばできますけど、まあ、20人のスタッフが集まって幸いなことにね、でシフトでやりましょうっていうことで始まったんですけど、第2の月曜日も今日も全員出席してくださってるんですよ。すごいですね。じゃあシフトじゃない方もいらしてるってことですか？そうなんですよ。すごいですね。まあ、たまたま旅行が入ってたりとか、どうしても出られないっていう方は2、3いらっしゃいますけど、でそういう方はやっぱりね、午後その自分のやることが終わってからも来てくださるんですよ。本当にスタッフには恵まれました。そうですね、すごいありがたいなと思ってね、感謝感激です、まあ、まだ2回ですからね、どうなることやらわからないんですけど、マリタさんこちらも一緒に最初からお話ししてた、ちょっとマリタさん、みんな石井さんにお任せですか？とんでもない、お
任せじゃないんですよ。石井さんの考えとバッチリ同じでございます。同じなの。あの今までこうあの準備する中で一番大変だったことって何ですか？やっぱりスタッフを集めることかな。で結果的にねこんなにたくさんね来てくださったからね。集まってくださったということがすごく嬉しいことでした。スタッフがいなきゃ、ね、成り立たない。それとともに夫婦で入ってるのが4組いるんですよ。これがまた素晴らしいと思いません？男の方ってなかなかこういう活動に入りにくかったりします。引っ張り込んだんですよ、私たち強いから。そうなんですね。そうですよね。やっぱりこういうあのセッティングするのもね、男の手が必要ですよね。例えば町とのね、いろんな交渉もいろいろ出てきますよね。そういうのはね、もうね、任せるね。私たちはもう下働きを一生懸命すればいいのかしらって感じです。うまく役割分担してらっしゃる感じなんですか？はい、やっぱり男の方の力ってすごいと思いましたね。女の人だけでやってたらここまで、ね、30人からのお客様が来られなかったと思いますね。第1回目から ね、お客様も男の方結構多いですもんね。そうなんですよね。本当ですよ。スタッフに男性がいるから男の方も来やすいのかしらっていう、そういうことをずっと最初から思ってたんですよね。世の中男性と女性しかいないんだから、どこの場面でもこう、ね、平均にね、そういうご人が出てもらえれば一番ありがたいじゃないですか。そうですね、お互いに、うん、で私たちもね、ちょっと異性がいるとちょっとかいい格好しようとか。なるほど。そういうことあるじゃないですか。そうですよね、大事ですよね。男の方にそうやって活動に入っていただくために、なんかこう秘訣とかあるんですか？結構あの男の方でいやいやいいですっていう方多いと思うんですけど、どんな風に？なんかずるずるとじわじわと、じわじわと。なんか交流会からの方も今日は参加者の中で、なるほど、はい。じゃあそこであの学園大サロン楽しいよっていうお声掛けがあっていらしてる方も結構いらっしゃるんですね。1回目に来られて交流会の方が今日本当多いんですよ。私たちのスタッフの中に交流会の会長の奥さんがいらっしゃいますので、ね、まあ、そちらの方からも声かけがあったと思うんですよね。だから本当にあのちょっとしたね、ちょっとしたあのきっかけをこうつながりにしていくのがすごい大切なことか、きっかけがこんなんでいいと思うんですよ。それが一つ一つこうつながっていくと大きなねつながりになるので、で一番私感じたのは初回の時にね、あら久しぶりねって皆さん参加した方がおっしゃってたの。まるでね同窓会みたいな感じで。なるほどね。それだけだから外に出ないんですよね。なんかそういう意味では今のところ自我さんだわね、私よかったよかったって本当そうですよね思ってますけど、参加していただいていかがでしょうか？いかがですか？そうですか。もうね、これからあの少しずつね、あのこういうことしたらいいわよと教わりながら充実させていきたいと思いますので、ぜひ毎回あの空いてれば来てくださいね。いろいろご意見伺いたいなと思ってますので。お食事以外に何かこう催しとかもやってらっしゃるんですか、この時間の中で？あの今朝はちょっとした体操してましたよね。そしてこれからの心配事の熱中症にかけた話をさせていただいて、でこれからねじゃんけんゲームするんです。じゃんけんゲーム、あれはね誰もが燃えるんですよ。もう手に来ててね、じゃんけんゲーム、それでちょっとしたね景品をね用意してるんですよね。でそれでちょっと一瞬こう一つになれるので、はい、あのやっぱりここにあのおしゃべりしていただいていいんですけど、あのみんなが一遍一つになれる、そういうものがね大事かなと思って。歌を歌うのもいいことだし、まだなかなかそれをねやってくださる方を見つけるのが大変で、まだ始まら
らないんですけど、そのうち皆さんでね、こうあの歌声喫茶みたいな感じで、ね、歌ってみようかなと思ってます。いいですね。ジャロンはね、会長夫婦がね、しっかりしてらっしゃる。そんなことない。石井さんそれもね、石井夫婦がね、やっぱりね、あの温度を取ってるってことがね、やっぱりここまでね、私来たと思いますよ、本当のこと言って。そうですよね。